きで174本食べてる。あ、生？そうです。先住のだ。ちょっと目隠ししとって、うん、こっち向かないように。で出して、ここで頭こっちに向けて170、え、あれ、くだっとって忘れちゃった。先住7だったかな、ごめん。ちょっとね、一瞬にして忘れた。ちょっと待って、ちょっと待って。ごめんね、一瞬にして忘れた。はい、先住7だ。はい、16、はい、先住6、はい、先住6。言ってますよね。先にちょっとさ、ちょっと光線照射まで、はい、お尻見せてもらおうかな。ちっちゃい、また。昨日と比べるとだいぶちっちゃい。本当ですね。また戻っちゃった感じですね。数的には3、3、2、6個と、まあでかいの、でかいというか普通っぽいのの柔らかいのが。なんか臭かったじゃないの？違ったかな？違うね。ちょっと臭いね。ちっちゃいのよりもこの大きいのが臭いんじゃないかな。結構大きいのいい感じでもちっちゃいかな。というのはよろしい。でも数的には10個ぐらい、12個ぐらい。まあ大きさがちっちゃいからね、ちょっとあれだけど、12個分ぐらいは出てましたけど、はい、はい、じゃあ普通にして。検視とちょっと身体検査して、最近に入ってくれないな。はい、ごめんね、ちょっとそこで触らせてね。上腹部は柔らかいと。中腹部に塊があって、うん、まあさすがにちょっと大きくなってたけど、一緒ぐらいかな、うん、要はね、この子が栄養を取らんとさ、腫瘍は大きくなった感じですよ。そこから栄養を取ってくれるのが、食べる量が減ってるから、そういうこと、そういうこと。まあそれでもこの子の体から栄養を取って大きくなっていく場合もあるんだけど、ただもうこの子の体から取ってこうにもさ、そうそう、ガリガリだから、ガリガリだからさ、ガリガリ。はい、100の3分で持ってきて。はい、全体に当てながらするよね。胸、お腹と口ね。で、お腹はね、この腫瘍がある場所のとこ。はい。で、ここの子落っこちんようにね、お願いしますね。さて、今日の朝一。5g。え、体重。あ、ごめんごめん。1002。あ、1005だ。1005ですか。昨日の朝一が28。なるほど。で、食べる方。チムシーが昨日でいいですよ、10、ヘレットなんか、これ昨日4だよね、4g で、昨日は4で、今朝ヘレット見てきたら2g 食べた。食べてるんだ、うん、で、生チムシーが昨日114本、114本も食べた。このぐらいの長さです。これ何グラムなんだろうね。今度 100本で、10本で何グラムか一回貼ってみてください。それからあっちはバリバリは昨日6。そうです、じゃあちょっと自力で食べてるんじゃん。そうなんですよ、食べてるんだけど、栄養、あの体重に反映しない、まあ、で栄養補助は昨日何、昨日554。それが999じゃないからね。で今日の朝一もやりました。5g。やった。5か。そんで何分かかりますので、20分。
はい、目隠し外していいよ。不整脈が拾わないね、あんだけ長いこと引いてっても。なんか食べる量が少ないから体重が落ちてくるんですよ。当たり前ですけど。3分終わったらもう3分ね。こちらの準備ができるのがちょっと、あれ、あんと。チャックは缶も出して落としていいから、ちょっと温めて渡したんで。もう3分でもその生チモシーってすごいね、そんな最高の食べたら。また追加で頼みました。あ、頼みました。年末年始で配達が。それどこで買ってる？楽天市場。楽天市場で売ってるんだ。最小単位で何グラムぐらい入ってるの？どのぐらいの傘なんですか？そんなもんね。そんなもんでいくらぐらい？送料の方が高くて。本体は270円ぐらい。あ、270円なの、うん、そんなに売ってるんだ。でも田舎で積んできたっぽい。うん。あ、そうなの。生チモシーって結構さ、高いんですよね。うん、高いですね。あれってさ、ダメになっちゃうからね。大量に仕入れても多分。田舎行けばあるだろうなって。あ、しました。普通のキレイの打ちました。あ、いいですね。それは。そうすると胃腸が動いているということでとてもいいことですね。はい、じゃあお部屋に入れてもらっていいですよ。またちょっと今手で離せんから点滴しますんで。止めます。終わり。うん、もうちょっとやって。うん、うちの準備終わるまで。頑張って。
おしっこって多かったですよ。いや、あの昨日と変わらなかったですよ、量は。甘いの人、うん、でも多くないと思います、あの点滴の量、注射の量でからして。あ、そうですか、うん、すいません、お願いします。じゃあ下も、はい、じゃあ、はい、事前のぐらいで、はい、よかったです、はい、すいません、はい、お願いします。本当、うん、多くないです、多くない、この量にしては。それだけまだ低い温度からもうちょっとだけ冷やしますね。いつも 0.05 売ってたのを、昨日おととい 0.1 にしたんですよね。倍、うん、今日は 0.15、 ちょっとさ、この子出して。あ、そこに並べないんだよ。はい、じゃあ OK です。なぜチモシーこんな感じなんですか？送られてくるの。これ何この容器に入ってるの？普通のなんか惣菜入ってるようなペラペラの透明な、これあの水に濡らした紙？あ、はい、うん、これが。それが200いくら？そう。そんなの買えるんだ。楽天ですね。楽天ですよ。270円で送料が730円。他に買うものはないわけで、楽天で。もう買ってあったんです。他に何か買うものがないってなかなか辛いね。でもそれたくさん買っても多分ダメになるでしょ。そう。様子見て。まあそんで 10g でもいいし、あのいや10本でもいいし100本でもいいと、一回重さをちょっと面倒くさいけど測ってくださいね。生チムシー食べればさ、繊維もあるしさ、歯にもいいしさ。痛いよね。痛いよね。あれなんで冷やしたの？もうちょっとだよ。
このままちょっと30秒ほどつまんで、うん、よしよし、じゃあもう一回ね、話しよう、はい、じゃあちょっと VD にして、タオルの上で、はい、ちょっと小さい、ちょっとやっぱ、歯の色は白いですか、歯茎か、歯茎ね、白い、こんな感じで、うん、ちょっと白いかな、綺麗だね、白いね、いやさ、体重が維持できんってことはさ、はい、歯茎に色も悪くなってちゃいますよね、でうつ伏せにしてください、はい、じゃあブラシに、石塚さん、あはい、はい、よかったらもう、あ、そっか、まだこれがここカペカペになってるんだね、はい、ごめんね、はい、あー、しまったね、ビデオ途中で止めるの忘れた、はい、よし、もうだいぶ遠いかな、ここ頑張って食べてください、はい、じゃあ OK です、うん、そうですね、まあ三が日11時前後、はい、大丈夫です、もし体重少なかったらもし来れるんだったら来てください、はい、すいません、はい、お大事になさってください、よし、じゃあ散歩ブーツ用意して、椿お願いします、
止めてないじゃんこれ。